じゃあ行きますね。まずですね、池袋モンパルナスから行きます。池袋モンパルナスという展示はですね、池袋周辺に住んでいる、池袋って池袋のちょっと奥っていうかな、池袋駅の向こう側、金目町とかあの辺ね、に住んでる、作家たちが結構いるみたいで、あの辺安いんですかね。ちょっと開発がそんなに進んでなかった地域ですよね。で、最近すごく綺麗になってるんだけど、その地域に結構さ、アーティストが住んでるみたいで、アーティストの松井絵里奈ですね。松井絵里奈ちゃんが、中心になって、企画した展示です。で、ターナーギャラリーっていうね、ターナーギャラリーも、あれは一応豊島区になるんですかね。駅で言うと何駅になるんだとかちょっと忘れちゃったけど、池袋の裏の方ですよね。のところ、にある、ターナー色彩っていうんですかね。絵の具作ってるターナーですね。でやってた、展示です。で、池袋モンパルナスっていうのは結構エリンとしては昔から、前からやってたんですよね。で、今回は展示っていう感じで、やってました。浅井祐介さん、高山なつきさん、松井絵里奈、それから村山五郎と、いうことですね。の、4人がですね、同じ場所で共同制作するっていうような感じなんですね。これなかなか面白い、すごいいい展示でしたよ。ものすごくいい展示でした。で、やっぱエリナちゃんちょっといろいろ気遣いなところがあるから、なんていうかな、やっぱり今の感染症の問題があるから、あんまりこう宣伝ができなかったっていうかね、いう感じがあったみたいですけど、僕ちょっとトークの時に行きまして、このトーク動画ってアップされてるんですかね。ちょっと僕それ知らないけど、アップされるんでしょう、多分。と思うんだけど、結構面白かった。で、これ、全部で何枚あるのか、1、2、3、4、5×3 の15の、15、15だから30枚か。30枚のパネルがこう置いてあるわけですね。バーッと。壁にかけてあるわけね。で、これ全部分かれてるんですよ。1枚1枚じゃないんですよ。で、これをバッとかけて、その上にこう絵を4人で同時に描いていくっていう感じなんですね。だから別にこう消されちゃったやつとかも全然あるみたいな、そういう感じ。で、全部で、30個の絵が出来上がるみたいな、っていうことを共同制作してるっていう感じなんですね。で、やっぱりね、これね、こうやって見ても分かると思うんだけど、めっちゃうまい、こいつら。こいつらっていうの、ごめんなさい。浅井さんとかには言えないけど。うめんだな、この人たちっていう感じですね。で、面白かったです。やっぱね、で、熱量もやっぱね、上がるんだね。で、高山さんちょっと若いかもしれないけど、五郎ちゃんと、エリナちゃんは、僕と同同学年。で、浅井さんちょっと上ですよね。5も上じゃないと思うけどね。でもそれぐらい上かな。で、高山さんが5個ぐらい下なのかな、よくわかんないけど。そういう感じですかね。で、いつものスタイルで描いているような絵、ところどころ、だから、これこの人描いたんだな、みたいな。浅井さんのこの犬みたいなね。犬か鹿か。あれね、鹿か。で、あれがこうバッとあったりとかっていうのが分かったりとか、エリナちゃんの猫がいたりとか、そういうのとかはすごい分かるんだけど、あと、ゴロちゃんのこの、いつも繰り返しのやつね、があったりとかっていうのはあるんだけど、これ全体としてはね、面白かった。本当にこうコラボレーションになってて、新しい作品が生まれてたからすごい面白かった。だし、この、なんていうか、池袋モンパルナスって、っていうのが確かあったんだよね、昔。本当に作家たちが集まって、そういうチームみたいなのを組んでた時があったんだと思うんだよね。で、それをもう一回やろうっていう感じなんだと思うんですけど、池袋だったら近いから、で、エリナちゃん言ってたけど、池袋だったら、いろいろアーティストが住んでるところあると。で、ただ全部遠いと。で、エリナちゃんは海外からのアーティストなんかとも対応するわけだけど、そういう時に連れて行けるとこないんだよねっていう話をしてたのね。で、池袋だったら全然来れて、やっぱりアーティストとか、キュレーターとか、ギャラリストって、やっぱりアトリエ見たいですよね、どうしても。というのが、やっぱ作品大量に見たいですから、私この作品扱うわ、みたいなね。ギャラリーにも色があるから、このタイプの作品は私のところで扱わせて、みたいな。そういうのがどうしてもありますから、そういう交渉ごとのためにはどうしてもアトリエを見せてあげるっていうことが必要なんだけど、それができない状況にあるっていうことに対して、池袋だったら十分に来れるし、そこで例えば20人いたら、これはもうめちゃめちゃ強いわけですよね。これはすごくいいと思いますし、この4人が中心になるっていうのはすごいと思うね。広がりもあるし、
あの浅井さんはもっと上 の世代ともちゃんとつながれてるし、五郎ちゃんとかね、エリナちゃんは、まあ、我々の世代ではやっぱり有力、まあ、非常に有力な作家としてね、活動してるし、高山さんもまた、我々ちょっと下の方とねちゃんとつながりがあって、まあ、彼女の場合はやっぱり、結構硬派な感じかな、あの絵を、まあ、モリッとした絵をね描く、作家、絵っていうかこう あれってどうやって描いてるのか分かんないけど、あのもこうあのモリモリモリみたいな感じであの重ね、あの絵の具がねモリ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 重なってるっていう作品なんだけど、まあ、そういう硬派なねところとも付き合いがあの広がるのかなみたいな感じで、この4人はすごくいいと思いましたね。もうちょっと見てみて、あ、これが4人ですね。ちょっとこれあれアップにしちゃってるからあれだけどね、村山五郎のひげはどうにかしてほしいですけどね、どうでもいいか。で本当に作家、これまあ優吾くんが来てました。斉藤優吾くん久しぶり。はい、あでこれは浅井さんがこれなんかやろうとしたあれでしょうね。これこの上に書いていくんです。あ違う、これねこれねあれだった、浅井さんのものだけど、これ浅井さんがマスキングテープで作ってるんだけど、エレベーターの中にこういう風に貼ってましたね。もしかしたらこの後この上に何か書いたかもしれないです。いや普通はこの上に、ね、いろいろ書いていくんですね、浅井さんはね、はい、で池袋モンパルナスっていうので、これ千早町っていうんですかと椎田町ですか。あーで、ターナーギャラリーは南長崎と。で池袋モンパルナスのエリアにピタリと一致するということだそうです。で、あ、そうですね、二次大戦の時、二次大戦後に、まあ、集まりがあったんだということですね。で巣鴨プリズンがあったから安かったんですね。巣鴨プリズンってご存知ですか。あれですね、今サンシャインになってるところですね。永久戦犯が入ってるところね、殺されたところですよ。あそこ巣鴨ですか。まあまあ、巣鴨でしょ、すぐ巣鴨だからね。巣鴨プリズンっていうんですよね。広大な土地の後にまあまあ墓石のように立っていると言われたりしますね。サンシャイン、あそこですよね。まああの辺にあったよなんていうこと。前進者ですかが置いたとか、まあまあいろんなことが書いてありますね。はいはい、まあ文化的な豊かさがもともとあった土地なんだっていうことが書いてありますね。うん、はい。でこれがですね、2階じゃねえや3階かに、まあ展示室があって、でそこに、個人の作家です、作品ですね、それぞれの個々のね、作品が置いてありました。はい、でこれが高山さんですね。これ高山さんの作品ですね。で、これエリナちゃん、エリナちゃんみたいな。でこれ浅井さん、これ多分高山さんでしょうね。これも、これが、浅井さん、これ五郎ちゃん、この辺多分五郎ちゃんだと思う、ね、これ浅井さん、エリナちゃん、これ誰だろうな。これは浅井さんだけどね、浅井さんかな。これもエリナちゃんなんですね。でこれエリナちゃんね、新しいのにこう挑戦してて、ちょっとでこれはもうめちゃめちゃ宗教画なんですよ。で自分の顔の上にこういっぱいね、あのね古典を最近引用してるのよね、エリナちゃん。で僕ねこのシリーズすごいいいと思うね。これパネルにこう薄いね、あのやり塗り方でやったりしてるのね。でほとんどのそのアーティストってエリナちゃんっていうのは、まあ美大、あ、ごめんなさい、専門学校ね、あ、ごめんなさい、専門学校じゃない、予備校、予備校絵画をそのままやってるんだっていう、予備校絵画のトップみたいな予備校絵画をそのままやって、それは作品にしている作家だっていう風に言い方をするんだけど、まあ僕なんとなくわかるけど、まあそうなんでしょうね。だけどそこからやっぱり一歩ね、踏み出ようとしていると思うんですよ。で僕この作品、ここやっぱりこのね、大きな一歩だから、ぜひね、大規模個展してほしいんですよね。アノーマリーだからね。ただアノーマリーって山本現代と新谷浦野じゃなくて浦野かが、新谷浦野、改め浦野がくっついたギャラリーだから、ものすごい作家数多いんですよね。なのでちょっとどうなのかな、できないのかもしれないんだよね。だからぜひ個展やってほしいんですけどね、大規模だね。うん、まあその辺の関係難しいんですよね。あ、でこれゴロちゃんですね。これ今回の個展で出してたかもしれないので、あとこれは後から触れます。これ昔の、家屋の木材を使ったですね、作品なんですね。はい、
これその右の方にちょっと寄って、こう一つの壁にバーっとあるんですね。でものすごいシンプルに飾ってあるんだけど、これ僕ねすっごい心地よかったね。あのね、まあ絵ばっかりだっていうのはあるんだ、ドローイングもあるけどね。で なんていうかな、あのねコレクターの家の壁みたいな感じなんだよね。縦にね何重掛けもしてるわけだけど、でも所狭しと置いてるんだけど結構空間あって、でなんか本当に好きなように並べたっていう、なんていうかな、眺めるために、見るためにね、一緒に暮らすためにね飾られた作品っていう感じがするんだよね。だからお互いにねその4人で、話し合いながら、ある程度話し合いながらやったんだと思うんだけど、すごくこう、ああこうやってコラボレーションしたらこういう気持ちいい空間ができるんだなっていうことが分かりましたね。特に新作を書いたわけじゃないと思うんだけど、これに向けて書いたとかっていうわけじゃないから、ものすごい自然体なんだよね。こういう展示僕すごいいいなと思いました。だからコレクターの人が見に行くといいと思いますよ。こういう壁で暮らしたいなっていう感じで僕なんか思っちゃうよね。いいなってね、ぼーっと見てね、いいなって言ってねでみんなやっぱ力あるんだよね、負けないね。負けてる、やっぱりねこういうのってねデコボコになるんだけど、普通やっぱりみんなねある程度キャリアが、まあもちろん個展いっぱいやってるような作家たちだから、美術館での展示もあるしね、やっぱりさすがだなと思いましたね。いい作家たちですね、はい、彼らが中心になるとすごいいいと思いますよ。まあこれちょっと縦構図で撮ってみたという感じですね。ね、ものすごいシンプルでしょ。だけどまああれよ、ガチャガチャ置いてるよねこれ本当はね。だってね、額があったりなかったりもするしね。なんだけどすごいいいよね。ね、うん、やっぱエリナちゃんこの作品いいと思いますよ。僕すごくこのタイプのすごくいいと思う。新しいことができてるから、まだまだ僕開拓の余地あると思うんだけど、見たいな、もっといい古典として見たいなっていう感じがしましたね。はい、もう僕はこっちのタイプはどうなのかなと思うけど、まあエリナちゃんやりたいからやればいいと思うんだけどね。まあ、子供の顔とエリナちゃんの顔ですか、花のなんか人形みたいなのね作ったりとか、そういうのやったりとかしてましたよっていう感じ。これドローイングですね。どういう風に展示するかっていうのはドローイングが貼ってあったりして、まあこういうのはちょっとアーティストっぽいよね。でまあこうまあ僕トーク中に上に展示に見に行ったので、帰ってきてもまだ話しててっていう、こういう感じでね、まあ撮影してて、でね、そうかと思ったらちょっとね並べ替えてみようぜとか言い始めてね、いきなりね。でね、こう大並び替えタイムみたいなのが始まってこういうなんかね自分勝手なところがねアーティストっぽくていいですよね。ね、もう作品とかにねベタベタ触るしねでまあちょっとこう真ん中に寄せてね、これこの作品をもうちょっと完成させようかみたいな感じ、はい、でその他ね、ところどころに置いてあるいろんなこう、まあちょっと描いてみた絵みたいな感じですかね。僕ね実はアトリエ見るのあんまり好きじゃないのよね、作家の裏事情知りたくないんですよね僕。できた作品をパッと見たいのよね。でそこで というのがね、作品過程を知りすぎるとね、ものすごい先入観持っちゃうんですよ。だからね、作家がやろうとしたことの方にものすごい巻き込まれていっちゃって、自分の見方ができなくなっちゃうのね。だから僕はできるだけ見ない、見たくないっていうタイプです。自分がキュレーションするときですらできるだけ見ないできるだけ見ないです。だから展示の場にはあんまりいないです。で、まあ、僕はもうビス一本打てませんって宣言してるんで、はい、まあ正確に言うとビス一本も打たないぞっていう、打たないって宣言してやると、まあギリギリになってやりますよ、それは手伝いますけど、でもまあ信頼してるんで、まあそこそこ信頼してるんで、一緒にやるときはね、もうできるだけ見たくないっていう感じですね。アイデアもあんまり聞かないですね。聞きたくないです。出てきたものに対してどう反応するかってことだけで。事前に言うよ、僕のアイデアは。事前にかなり強く言いますよ、僕のアイデアは。まあそういうタイプ。で、これは出来上がった作品で、もうこれは完成してるんじゃないのっていう作品を置いてたっていうことですね。はいはい。まあこういう感じで、いろんなところに作品が置いてあったりしましたよって感じ。これ、ね、浅井さんがこう、ですね、作品を釣るのを作られてたっていう感じですかね。うん。最終的にね、ちょっとね、どうなったのか分かんない。展示期間伸びてですね、ちょっとどうなったか分かんないんだけど、どうするんだろう。まあ、どっかで見せるんじゃないかな。まあ、あの辺
は多分なんかみんなねそれこそ住んでるわけだから展示できる場所みたいなのをねいくつかあるんじゃないかと思うんですよ。アトリエも持ってるわけだしね、のでまたね見れる機会があればねすごくいいと思いますよ。こうやってギュッて見るんじゃなくて一点一点で完全に見れる作品になってると思うので、また話してみるとね全然違う見え方がすると思うんだよね。これ面白いと思う。本当にアーティストランスペースじゃないんだけど、アーティストランのアーティストが個別に集まって活動するっていう、それがまあ集合体になってるっていうことなので、これはすごくいいと思いますね。これが自然体だと思います。無理やりアーティストコレクティブみたいなものを無理に作らないっていうのはねやっぱ自然体ですよね。うん、でもこれはいいと思いますよね。はい、ということで、はい、ですね、浅井雄介、高山夏樹、松井恵里だ、村山五郎、池袋モンタパルナス 2.0 ターナーギャラリーでした。この作品群ね、またね、いろいろ見れるんじゃないかと思いますので、楽しみにしてます。これからのね池袋、正直僕これ見てね、池袋近辺に住んでもいいなと思いました。僕池袋、池袋という街自体はあんまりちょっと苦手なんだけど、僕は新宿系なの、新宿派なので、渋谷もあんまりなんですね。僕は新宿近辺が好きなんだけど、でもこれだったらなんかまあ奥の方だしね、裏の方の住宅街の方だし、まあ池袋っていうか豊島区ね、でもなんか面白そうだななんて思っちゃったりしましたね。なんかもっと面白くなりそうだったら俺引っ越してもいいなっていうぐらい思いました。はい、ということで以上です。はい、ありがとうございましたね。じゃあ皆さんね、見ていただいている方はね、ぜひねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、